はい、店長武蔵とその仲間の社内動画でございます。今日もね、店長一緒に、はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、朝からF650GS ですね、ダカール、こちらのフロントタイヤを交換して、あとフロントフォークね、左右フォークシール交換をいたしました。はい、で持ってた方、左側ですかね、そちらはスライドメタルのね、テフロンがもう剥げてたので、そちらは交換しております。で右側は持ってなかったんですが、で開けてみました。そしたらですね、これ開けてますね、一回ね、シール交換してるっぽいです。はい、中も、まあ、比較的綺麗。はい、でメタル交換してるんじゃないですかね、メタル、綺麗なメタルついてました。はい、全然減ってない。で片側だけあんな減ってて、もう片側ね減ってないっていうのはそうそうないと思うので、でシールもなんか新しい感じだったのね、だからまあ交換、したんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、左右ね両方一度にやるのが一番もちろんいいとは思うんですけど、で過去にねやってるのが分かっていれば、ね、いついつ例えばね1年前にやってるとかね、そういうことであればまあ、交換せずともね、シールまでね、オイルだけで入れ替え、あとダストシールの交換だけでというのも、でも良かったのかなと思うんですが、大体あれですよ、そういった迷彩みたいなものとかね、記録棒みたいなもの、そういったものっていうのは、オートバイはついてないことがほとんどですので、そこがちょっとね、で過去に、BMW の K1200GT とかね、記録簿があって、もう新車の時からね、もう1年ごとに全部ある定期点検、モトランドでやってる、そういった車両ね、それがついてて、そういった車両もあるんですよね、まれにね。まあでもそのまれ、やっぱりまれなんですよ。で車って基本的についてるのが当たり前みたいなね、雰囲気があるじゃないですか、記録簿。大体例えばヤフオクとか、ああいうのを見ても、その項目がいっぱいあって、その中に記録簿、取扱説明書と、あと記録簿、があるかないかみたいなね。ね、やっぱり車、そのあたりがやっぱりいいですよね。取説とかもね、でオートバイって結局取説をこうバイクにっていうか、オートバイ自体にこうなんかね入れとくっていう感じの乗り物でもない、まあ、もちろん車検証とかを入れとかなきゃいけないんですけど、ね、法律上はちょっと入れなきゃ持ってなきゃいけないんですけど、やっぱりなかなかそうするとね、取説とかも自宅とかに置いといてね、で売る時にはもう結局忘れてそれだけみたいな、あ取説だったっけなみたいな感じとかねあどっか行って見つからないみたいなね、そういうこともあるかもしれないですね。なのでなかなかねないっていうパターンが多いんですけど、はい、まあそれはいいとして、はい、でね、とりあえず1本終わって1本をばらして、やってる最中にも時間が12時近くなってきたので、検査の予約、はい、予備検しか取りません、はい、登録はしません。なので、まあ、とりあえず登録予備検だけ通してすいません、まあ、3ヶ月間有効なので、まあ、その間に登録してね、はい、まあ、ちゃんとした状態にしてから、登録して、試乗してっていう感じにしたいと思います、もちろんそれがね、今週はもう明日しかないから無理ですね、来週になるのか、再来週なのかちょっと分かりませんが、はい、そんな感じですね。あとですね、
ステンベアリング、これダメですよね。はい、引っかかりがある。で、締め付けのしすぎなのか、やっぱりそれとも打痕が出てるのかでちょっとね、また変わってくると思うんですけど、うん、ちょっとだからそこを調整して、はい、本来だったら組み立てないでねそっちに進めたらいいんですけど、まあ、いろんな都合上、はい、とりあえず組み付けて、検査を通すことにしましたということですね。あれです、結構世話しない感じでございます。はい、それでこちらですね、まあ競りで買った時からヘッドライトがね LED、 これで通りますかね、ちょっとわからないね。明るさもね、そんなに明るいものでもないのかなと、ね、色は白っぽくてね明るく感じるんですけど、うん、なんで、まあ、一応もち電球は持ってきております。はい、ダメだったら電球にして本当は、まあ、テスター屋で先にね受けてどうかと確認するっていう手もあるんですけど、ちょっとね、で明るさじゃなくてね向きとかだったらね、またそれはそれでちょっとあれなんですけど、工事やってるんですよ、ガス管の新設工事してくれるんですね。